もうお花見屋形船はとっくに出航しているはずなのに、なぜ君が。目に涙をいっぱい溜めながら彼女は言った。高卒の君に用意する席はない。立場をわきまえろって。僕は愕然とした。桜の花びら舞い散る中で一人ポツンと佇む彼女の姿はあまりにも悲しげだった。俺はその時の彼女の涙を一生忘れないだろう。同じ会社の仲間でありながら、彼女だけが取り残される理由など絶対にあってはならないはず。だが残念なことに、今の社会ではまだまだ学歴による嫌がらせは少なくないのだ。俺の名前は西岡良一。大手食品会社 SB&F ホールディングスでマーケティング課のチーフマネージャーをしている。マーケティング課は社長の提案より、これからは戦略の時代ということで、今までのような受け身の体制ではなく、もっと食品の素材の良さをクライアントに知ってもらうことを目的に新しく立ち上げられた部署である。当時営業一課から人材を回してもらう予定だったのだが、皆目の前の仕事で手一杯のため、しばらく派遣社員に頼りながら活動していた。派遣なんて全然役に立たないんだから。しかもたった3ヶ月の契約、適当に仕事をこなして、はいさよならなんて、ほんと楽でいいわよね。責任なんてこれっぽっちもないんだから。ああ、私みたいな高学歴の人間はもっと華やかな部署で活躍すべきだと思わない？こんな地味な部署やってらんないわ。そう、営業課で油を売っているのはマーケティング課主任の龍崎綾乃。彼女はエリート大学出身で、学生時代カリフォルニアに留学していたことをいつも自慢げに話していた。ちょっと派遣さん、企画書まだ上がってないの？提案するクライアントのリストもまだじゃない。いくら派遣でもちゃんと時給分働いてもらわないと困るのよね。そう命令するだけで、自分はよその部署でおしゃべりに花を咲かせている。それも決まって自慢話か噂話、会社の愚痴ばかりで仕事などそっちのけだ。営業課の社員は皆忙しいので正直迷惑をしていた。そんな矢先、龍崎の態度に怒りを爆発させた派遣社員がごっそり辞めてしまうという事件が起こった。俺は見るに見かねて龍崎を呼び出すと厳しく注意した。君は派遣社員に対して横暴な態度を取りすぎる。今は会社全体が忙しい時期だ。彼らのサポートのおかげでこの部署が何とか回っているのは君もわかっているはずだろ。それをチーフ、派遣なんて最初から無責任なのはわかっていたじゃないですか。やはり頼りになるのは高学歴のエリート正社員です。私の後輩が営業二課にいるので、こっちに来るように根回ししておきましたから。彼らは何と言っても私と同じ T 大卒ですからね。何を言っても態度を改めようとしない。俺はため息をついた。ようやく年度末調整も落ち着いて、マーケティング課には営業二課からベテラン社員の田村亮太、坂下良平ほか数名の正社員が移動してくることになった。それと同時に我が社にも待望の新入社員がやってきた。はじめまして、赤崎健也です。ハーバード大学を卒業。父がこちらの社長にお世話になっていたこともあり、この会社に入社いたしました。皆さんからいろいろと学ばせていただき、日本の食文化の素晴らしさを世界中の方々に知ってもらうために尽力していきたいと思っています。どうぞよろしくお願いします。周囲から歓声とともに大きな拍手が起こった。彼のまっすぐ伸びたその姿勢と表情には会社への期待と自信が満ち溢れていた。
なんとも凛々しく、立派な青年である。これは、楽しみな人材が入ってきたぞ。と思う俺の後ろで、龍崎の甲高い声が聞こえる。ねえ、聞いた？ハーバードですって。しかもすごいイケメンじゃない。ようやく私にも春が来たのね。俺はその言葉を聞いて呆れた。もう一人の女性は、目鼻立ちが整った、理知的な顔立ち。その肌の美しさは、周囲の男性たちが見とれてしまうほど。清楚で礼儀正しい所作の一つ一つから、育ちの良さが漂ってくる。だが、彼女は華やかな印象の赤崎とは正反対で、地味な印象のおとなしい女子だった。井上志保です。精一杯頑張りますので、どうぞよろしくお願いします。彼女のあっさりした挨拶に、パラパラと拍手が起こった。そこへまた、龍崎の甲高い声が響いてくる。ちょっとあなた、ちゃんと自己紹介はするものよ。赤崎くんのように、出身校とか、仕事への意気込みとか、いろいろあるでしょ。早速龍崎の新人いびりが始まったと、周囲の社員は思った。いつもながらのきつい口調で、ガンガン新人を責め立てる。美人の女子に対してはなおさらだ。特に今回は赤崎というイケメン新人の前なので、格好をつけたいのが見え見えだ。井上はもじもじしながらも話を続けた。私は実は高卒でして、でもやる気はあります。祖母が畑で新鮮な野菜を育てていて、同じ野菜でも無農薬でちゃんと育てられた野菜は全然味が違うんだなって。そのことをぜひ皆さんにも知っていただけたらと、そう思っています。なるほど。食材の新鮮さは確かに大切だ。この子はマーケティング課のスローガンである素材を生かした戦略に役立つかもしれない。高卒？信じられない。ここは大手 SB&F のマーケティングかよ。世界を舞台に日本を背負って立つこの会社に高卒ですって？何かの手違いじゃない？龍崎くん、この子はちゃんと実力を認められて入社したんだ。そんな言い方はないだろう。実力ですって？高卒が？ひょっとしてその綺麗な顔で試験官をうまく丸め込んだんじゃないの？美人って得よね。そんな彼女をあざけるようなひどい言葉に、俺は声を荒げた。龍崎くん、いい加減にしないか。でもチーフ、高卒の子なんて誰も教育したがらないですよ。ねえ。と、龍崎は周りの社員に同意を求める。彼女に逆らえない社員たちは、皆目をそらした。赤崎くんは別よ。主任であるこの私、龍崎彩乃が直々に指導してあげるから安心しなさい。急に艶っぽい声で赤崎に声をかける。ちょっと待ってくれ。二人の教育担当に関してはこちらでよく検討して伝えるから。さあ、皆はそれぞれの仕事に戻ってくれ。面倒くさそうに舌打ちする龍崎を先頭に、バラバラと散っていく社員。俺は大きくため息をついた。龍崎は政界で権力を誇っている田沼健三の姪であり、うちの会社の大株主ということもあって、なかなか厳しく言えない立場にあった。皆の前で嘲笑された井上は、あまりの恥ずかしさに顔を真っ赤にしてうつむいていた。やっぱり高卒で入社するなんて場違いだったのでしょうか。私、どうしたら。井上は涙目でそうつぶやいた。気にすることはない。君はちゃんと実力を認められてここにいるんだ。堂々としていればいいからね。俺は励ましの言葉をかけた。そうだよ。今や世界は健康食ブームで、無農薬の野菜は注目されている。僕も君のおばあさんの野菜、ぜひ食べてみたいし、
一緒に頑張ろう。赤崎もそう声をかける。井上は少し元気が出たようで、小さくうなずいた。そうだね。我が社でも、食の素材をリサーチして、どんどんアピールしていこうと考えている。君たちのような若者の意見も、ぜひ取り入れたい。新しい提案があれば、企画書にまとめて提出してくれるかい？二人は目を輝かせて、はい、頑張ります、と答えた。俺は営業二課から移動してきたベテランの坂下に、井上の教育担当を依頼した。だが、美人の井上に下心を抱いていた坂下は、教育指導という名目で飲みに誘ったのだ。ガヤガヤする居酒屋でかなり酔った坂下は、井上の肩に手を回していった。なあ、井上くん。君のような高卒の社員が大手の会社で生き残るためにはどうすればいいと思う？え？それはね、俺のようなベテラン社員を後ろ盾につけることさ。簡単だろ？井上は急に怖くなって立ち上がった。私、そういうのはちょっと。そんなに恥ずかしがらなくてもいいだろう。井上はしつこく顔を近づけてくる坂下を思わず突き飛ばした。ごめんなさい。後ろを振り返ることもせず、井上は一目散に店を飛び出した。なんだよ、ちょっと綺麗だからってお高く泊まりやがって。次の日、マーケティング課は異様な空気に包まれていた。至るところでこそこそと話す声が耳につく。井上が出社すると、一斉に社員たちの冷ややかな視線が彼女に注がれた。井上さんでは、昨日居酒屋に行った時、坂下さんを汚い手で触らないでって突き飛ばしたらしいよ。飲み代も支払わなかったんだって、信じられないよね。綺麗な女はみんな男のことを見下してるって、本当なんだな。俺も気をつけよう。それらの会話は、すでにひそひそ声ではなく、間違いなく彼女に聞こえるように言っているのが、見て明らかだった。坂下は、井上に逃げられたことを根に持って、あらぬ噂をばらまいていたのだ。泣きそうな気持ちをこらえながら、井上はパソコンに向かった。噂なんか気にしない方がいいよ。赤崎が小声でささやく。そこへ社員の田丸がやってきて声をかけた。井上さん、早いうちに坂下に謝っておいた方がいいんじゃない？俺が一緒に行ってあげるからさ。赤崎がガタンと席を立つ。井上さんは男を見下すような女性じゃないと思います。皆さんの誤解です。なんだと？俺は親切にだな。そこへ、龍崎が口を挟む。まあまあ、田丸くんも落ち着いて。赤崎くん、綺麗な女性にはね、トラブルがつきものなの。大丈夫。坂下くんには私からよく言っておくから。でもね、井上さん、高卒は高卒らしく、素直になることも大事よ。人間関係は大切にしなくちゃ。ね？でも、そうだわ。あなた、今からみんなの分のお弁当買ってきてよ。みんな忙しくてランチに出る暇がないの。言ったでしょ。時にはサービスも大事。ほら、人間関係を築くチャンスじゃない。でも私、今企画案をまとめていて。そんなこと、高卒のあなたがする必要ないわ。あなたは弁当の買い出しとか雑用をしていればいいの。そんな、僕が代わりに買ってきます。赤崎がすかさず名乗り出る。あら、赤崎くんはいいのよ。ハーバード大卒のあなたにそんなことさせられないわ。龍崎は色気たっぷりに赤崎に言う。私、行ってきます。そう言うと、井上は小走りに部屋を出て行った。僕も行くよ。赤崎が井上の後を追いかける。なんなのあの子。悲劇を気取って赤崎くんの気を引こうなんて。
いかにも高卒のやりそうなことだわ。いやね、まったく。いまいまし。そう言って龍崎は、目の前の椅子を蹴飛ばした。追いかけていった赤崎は、会社から数メートル行ったところで、ようやく井上に追いついた。井上くん、僕も一緒に行くよ。え、でも、君だけじゃ、弁当持ちきれないだろ。赤崎がにっこり笑う。二人はゆっくりと歩き出した。あの、さっきはありがとう。かまってくれて。でも、私なんかにかまっていたら、赤崎くんまでみんなからひどい扱いされるかも。そんなことないよ。一生懸命仕事をしていれば、きっとみんなわかってくれる。噂なんて一時的なものだよ。気にせずに頑張ろう。そう赤崎は井上を励ました。そんなことになっているとは知らず、俺は通りを歩いている二人を見かけると声をかけた。おや、二人とも、これから昼食かい？いえ、その、龍崎さんにお弁当を買ってくるように言われて。チーフ、井上さんが教育担当の坂下さんに言い寄られたらしく、嫌な噂を撒き散らされて困っているんです。ハキハキと状況を説明する赤崎を、井上が慌てて止めに入った。坂下が。そうか。気分の悪い思いをさせてすまなかったね。俺は一緒にいた社員に、弁当を人数分買って部署に戻るよう伝えると、微笑んだ。弁当は彼に頼んだから心配しなくていい。教育担当も、これからは俺がするから大丈夫。それより、君たちに、いい話があるんだ。昼食でも食べながらどうだい？俺たちは近くの定食屋に入った。実は先日井上くんが提出してくれた企画書の案がとてもよくまとまっていたから、秋に大阪で行われる全国食の博覧会にどうかと思って。本当ですか？と嬉しそうに目を輝かせる井上に、すごいじゃないか！と赤崎がすかさず褒める。それで、どうだろう？二人で、博覧会のブースを仕切ってみないか？俺もサポートするから。でも、私たちのような新人に、果たして、できるでしょうか？井上が不安そうな顔をする。初めて任される大きな案件への不安もあるだろうが、きっと、他の社員に、妬まれるのではと心配になったのだろう。でも、彼らを納得させるには、実力を見せつけるのが一番なのだ。俺はそう思っていた。やってみようよ。博覧会には食通のお客様もたくさん来るはずだし、君のおばあさんに野菜の提供をお願いしてさ、それを最大限に生かしてくれる料理人を探すんだ。きっとうまくいくよ。なんとも心強い赤崎の言葉に俺は感心した。井上は消極的ではあるが、食に関しての鋭い視点、発想力を持っている。それに企画案などの完成度も素晴らしい。その才能に赤崎の積極的なコミュニケーション力が加われば、鬼に金棒だろう。じゃあ二人には、これから博覧会に向けて食材の調達、調理人の確保、ブースの案内など頑張ってもらうよ。さあ、これから忙しくなるぞ。はい。頑張ります。そう意気込む二人を、俺は頼もしそうに眺めた。そこへ注文していたカツ丼が運ばれてくる。ここのカツ丼は、飼育にこだわっている豚や鶏の卵を使っているから絶品なんだ。うまいぞ。俺たちは、その後も企画案の改正点や具体案などについての話をしてから、定食屋を後にした。それから二人は、目の回るような忙しさに追われていった。まずは、一緒に企画案について、さらにブラッシュアップさせていく。そして、じっくりと博覧会までの計画を立てた。二人は、各地の農家や酪農家を訪ね歩き、最良の食材を求めて走り回った。そして、全国各地のレストランへと赴き、納得いくまで視察を繰り返す。ネットの口コミにも目を光らせ、少しでも評判のお店を見つけたら、
遠方でも足を伸ばした。また運営関係者への挨拶も欠かさず、助言を仰いだ。俺は彼らのサポートはもちろん、新聞社や雑誌社へと足を運び、博覧会への取り組みをぜひ宣伝してもらうよう熱心にアピールを続けた。そうして博覧会の準備は着々と進められていった。いよいよ当日、宣伝の会もあり、我が社のブースは多くの人がにぎわい、列をなした。博覧会は大成功だった。我が社の提供した料理は、テレビやラジオなどでも紹介されるほど大評判となり、問い合わせが殺到した。その成功を受けて、二人は社内で高く評価され、井上と赤崎の新人ペアは、名物コンビとして知名度を上げていった。そして翌年、二人は見事社内コンペで新人賞を受賞したのである。俺は鼻が高かった。この二人ならば、海外事業に参加させても良いのではないか。そう思い始めていた矢先に、事件は起きた。俺が海外事業拡大のため、赤崎を伴い、アメリカに出向いていた時のことだった。何？契約していた工場が？そんなバカな。丸福デパートで、我が社の総菜を請け負っていた工場が、突然、契約打ち切りを申し出てきたというのだ。それは井上のことを妬んでいた龍崎の策略だった。理由は、高卒の人間が仕切っているような会社とは取引できないとのこと。困ったぞ。このままでは無農薬野菜を使った美味しい野菜を売りにした弁当やブレストのオープンに間に合わない。建物の建設はほぼ終わっており、あとは内装を整えて来月のオープンを待つだけだった。その弁当屋は、井上がかねてから熱心に取り組んできた夢の詰まった大切な企画だった。これが失敗に終われば、どれだけ彼女はがっかりすることだろう。俺は迷った末、龍崎に電話をした。あら、チーフ、聞きましたよ。工場が契約を断ってきたんですって？それは大変なことになりましたね。龍崎はあくまで自分の仕業ではないとしらを切るつもりだ。井上を担当から下ろせば大丈夫ですよ。私に任せてくださいば、ちゃんと工場長を説得してみせますから、ご安心くださいな。自分は今出張先で対応できない。俺は仕方がなく井上を担当から外し、龍崎に任せることにした。電話で詳細を伝えた俺に、井上は、残念ですけど、担当としての誇りより、ブレストが無事にオープンして、たくさんの人に喜んでもらう方が大事ですから、と納得してくれた。龍崎の言った通り、工場は契約続行を約束し、無事に弁当屋をオープンすることができた。やっぱり、エリート大卒の私がいないとダメね。この仕事は信用が第一だもの。そう、ドヤ顔で社内中に触れ回る龍崎。そして、その後、始末をさせるために、勝手に井上をマーケティング課から追い出し、庶務課へと移動させてしまったのだ。帰国した俺は、すぐに龍崎の勝手な行動を咎め、井上をマーケティング課に呼び戻した。さすがの龍崎も少々反省した様子で、お詫びに懇親会の幹事をさせてほしいと申し出てきた。俺は迷ったが、井上や赤崎が少しでもチームに馴染めるのならばと申し出を了承した。懇親会は季節に合わせて屋形船でお花見を楽しむというプランで進められた。だが俺と赤崎は台湾のクライアントと商談が入っていたため、遅れての参加となった。商談を終えた俺たちは急いで屋形船の船着き場へと向かった。すると、そこには一人ポツンと佇む井上の姿があった。彼女は目にいっぱい涙をためてうつむいている。俺たちは慌てて彼女に駆け寄った。
どうした？もう屋形船は出航している時間だろ？なぜ君だけこんなところに？ひょっとして出航時間に間に合わなかったのか？彼女は涙で濡れた顔を上げた。いえ、龍崎さんが高卒の人間に用意する席はないって、立場をわきまえろっておっしゃって。そう震える声で言うと、両手で顔を覆った。なんてひどいことをするんだ。まったくやり方が子供じみている。赤崎がものすごい剣幕で叫んだ。俺はしばらく考えていたが、携帯を取り出し、ある人物に電話をかけた。もうこれ以上、このような行為を見過ごすわけにはいかない。しばらくして、中型のクルーザーが目の前に止まった。さあ、一緒に行こう。そう二人に声をかけると、俺たちはクルーザーに乗り込んだ。屋形船に乗り移った俺を見て、社員たちがどよめく。よっ、西岡チーフ様のご到着だ。坂下が叫ぶと、歓声が上がり、拍手が起こった。坂下はだいぶ酒を飲んだらしく、顔を赤くして上機嫌だ。龍崎が俺の後ろにいる赤崎に気がつき、嬉しそうに声をかける。赤崎くん、待っていたわよ。さあ、そんなところに突っ立ってないで、早くこっちにいらっしゃいよ。一緒に飲みましょう。俺は厳しい口調で龍崎に問いただした。龍崎くん、一体どういうつもりだ？え？なんでそんなに怒ってるんですか、チーフ？井上さんだけ一人、屋形船に乗せなかったそうじゃないか。ああ、そのことですか。だってね、チーフ、高卒の人間がいると空気が悪くなるじゃないですか。ほら、話も合わないし、だいたいなんで高卒なんて採用するんですか？高卒の人間には、それ相応の場所があるっていうか、うちみたいな大企業にはふさわしくないっていうか、ねえ、みんなもそう思うでしょ？彼女も悪いんですよ。高卒なら遠慮して、懇親会も自分から辞退すべきじゃないかと。いい加減にしろ！俺は思いっきり怒鳴った。周りがシーンと静まり返る。高卒だろうが大卒だろうが関係ない。俺たちは仲間だろ？そう言われても、やっぱり高卒と大卒ではどうしても能力に差が出るでしょ？同じチームって言われてもテンション下がるんですよね。こんなことになるなら、いっそ高卒を採用するのをやめたらどうですか？そうしつこく絡んでくる。そこに聞き覚えのある小気味の良い男性の声が割り込んできた。高卒を採用するのをやめるだって？君は面白いことを言うね。困ったな。そんなことをしたら高卒の僕らはこの会社を畳まなくちゃならなくなるんだけど。そう俺の後ろから爽やかに登場したのは社長の辻本翔吾だった。辻本社長、なぜこんなところに？周囲がざわつく。俺は翔吾に小声で言った。翔吾、この件は俺が収めるから出てこなくていいって言っただろ？良一は仕事をさせたら一流だけど、こういうことには不器用だからな。ま、いい機会だから社員たちにも話しておこうと思ってね。龍崎は突然目の前に現れた社長に驚きすぎて、すっかり酔いが覚めたように青ざめた。あの、冗談ですよね、社長がその高卒なんて。社長の翔吾は俺とは違い、背が高くてイケメンで爽やか。どんな時でも笑いながらさらっとトラブルを解決してしまう。だから今回の件に関しては何としても俺が解決したかったのだが、まったく正午にはかなわない。俺は苦笑した。俺と良一は幼い頃、児童養護施設で兄弟のように育ったんだ。お互い不幸な事故で両親を亡くしてね。施設はたくさんの孤児を抱えていたから
経営不振で、俺たちも毎日満足に食事を与えられることはなかった。社員たちの表情が一気に同情を寄せる顔つきになる。いやだな、そんな顔で見ないでくれよ。俺たちは不幸だなんて思ったことは一度もない。施設の先生も仲間も、みないい人ばかりでね。食事はみんなで分け合うのは当たり前。商売をしている地域の人たちは、残った食材や弁当のおかずなどを持ち寄ってくれたし、みんなで釣りに行ったりして、魚をワイワイ料理したっけ。楽しかったな。その経験から、俺たちは将来、一緒に食生活に携わる仕事をしようって約束したんだ。世界中の人たちが豊かに暮らしていける世の中を作りたいねって。たまたま来ていた柴本会長がその話を聞いて、俺たちを後継者にしたいと養子にしてくれたのさ。特に格好つけるわけでもないのに、こういう時の正午はいつも輝いている。俺たちの過去を社員の前で話すなんて、普通ならものすごく恥ずかしいことなのだが、正午が話すとドラマチックに聞こえてくるから不思議だ。俺ならこうはいかない。そこが正午の社長としての天性のカリスマ性を感じるところでもあるのだが。だからさ、みんなも高卒やら大卒やらにとらわれず、楽しく仕事をしようじゃないか。今、この日本を支えている大企業だって、創設者は実力でのし上がった人も多くいるんだよ。そうですよね、会長。正午の背後から、高齢の女性が姿を見せる。会長の柴本優子だった。彼女は、90歳とは思えないほどの見事な美しい白髪をきれいに結い上げていた。上品で、あでやかな紫色の服がよく似合っている。会長、お久しぶりです。こうしてお顔を拝見できて本当に嬉しいです。そう言うと、俺は深々と頭を下げた。俺を見て会長は優しく微笑む。そして前を向くと、社員に小さく頭を下げた。皆さん、会長の柴本です。お楽しみのところ、お邪魔してごめんなさいね。いつも会社のために尽くしてくれて、本当にありがとう。今、社長の辻本が言ったように、私も実は皆さんのような高学歴ではないの。幼い頃、戦争で両親を失った私は、とにかく生きるのに必死だった。幼い弟を抱えて、道端で人から食べ物を恵んでもらう毎日。汚いと、蔑まれたり、蹴飛ばされたこともあったわ。でも、そんな時、おでん屋のおばさんが、私たちに温かい焼きおにぎりをくれてね。その味は、今でも忘れられないのよ。本当に美味しかったわ。会長は昔を懐かしむように遠くを見つめた。その後、手伝いをするようになった私たちに、おばさんはおでん屋を引き継いでくれた。私は必死に稼いだお金をもとに、小さなお弁当屋さんを開いたの。一人でも多くの人たちに、食べる喜びを味わって欲しかった。あの焼きおにぎりを食べた時の喜びを皆にも伝えたかったのよ。すべてを優しく包み込むような彼女の声は、あっという間にその場の空気を和やかなものに変えていった。あの小さなお弁当屋がまさかこんな大きな会社になるなんてね。でもね、忘れないでほしいの。あなたたちの仕事は、世の中の人たちに食べる喜びを届けること。たくさんの人たちに笑顔を届けることなの。ここにいるみんなも同じ夢を持っているはずよ。人はね、みんな同じようにお母さんのお腹から生まれてきた。上も下もない。
みんな平等に命を与えられた。だから、どんなに生きてきた道が違っていても、目的が同じ仲間なら、必ず夢を叶えることができる。私のようにね。だから、会長は井上の方に向き直ると、優しくその手を握った。あなたも、いろいろと辛いことがあるかもしれないけど、大丈夫。私がここにいる皆さんのおかげで夢を叶えることができたように、あなたもきっとこの会社で夢を叶えることができるはずよ。井上は目に涙をいっぱい浮かべながら会長の手をぎゅっと握りしめた。私はちょっとトイレへ。失礼します。決まりが悪くなった龍崎は、慌てふためき、その場から出て行った。その後、坂下をはじめ、悪態をついていた社員が、次々と井上に頭を下げ謝罪をする。井上は少し照れながらも、一人一人に小さく頭を下げながら対応していった。俺は、そんな姿を見て、ほっと胸をなで下ろした。正吾と柴本会長をクルーザーまで見送った俺は、改めて深く頭を下げた。会長、今日は本当にありがとうございました。心温まるお話、きっと社員みんなの心に響いたと思います。正吾もお花見の最中に悪かったな。いや、大したことないさ。社長なんてやっていると、どうしても現場のことが見えなくなるからな。良一には感謝しているんだ。これからもよろしく頼むよ。何かあれば何でも相談してくれ。俺たちはがっちり握手を交わした。クルーザーに乗り込み、笑顔で手を振る二人を、俺はすがすがしい気持ちで見送った。屋形船が船着き場に着くなり、トイレにこもっていた龍崎は、気分が悪いのでと早々にその場から立ち去っていった。そして他の社員も言葉を交わしながら笑顔で立ち去っていく。残された俺たちはじんわりと温かい思いに胸が満たされていくのを感じながら、夜風に流されていく桜の花びらを眺めた。西岡チーフ、この度は本当にありがとうございました。井上が嬉しそうに頭を下げた。それにしても、まさか会長がチーフの育ての親だったなんて驚きましたよ。でも、チーフはなぜ副社長とか幹部の役員にはならなかったんですか？そう不思議そうに尋ねる赤崎に。俺は不器用だから、幹部とか役員とかは性に合わないし、こうして君たちと一緒に現場で走り回っている方が楽しいんだよ。と、照れくさそうに笑った。でも、チーフのような方がいてくださったから、私、心の底から励まされましたし、頑張れたんです。本当に、助けられました。それを言うなら、僕もだよ。西岡チーフは、僕らの目標です。赤崎が、目を輝かせながら言った。いやいや、君の実力なら、あっという間に俺なんか追い越していくさ。時代はどんどん変わってきている。すぐに君たちの時代が来る。心地よい風に身を任せながら、俺たちはしばらく至福の時間を楽しんだ。さ、そろそろ帰ろうか。明日からまた忙しくなるぞ。はい、私、なんだかやる気が出てきました。赤崎さんにも負けませんよ。そう笑いながら井上が走り出す。その後ろを赤崎が嬉しそうに追いかけていった。その後、龍崎はマーケティング課から庶務課へと移動となり、備品管理にアクセクと働くことになった。正吾は口調は優しいが、ちゃんとなすべきことは心得ている。
まったく大したやつだ。龍崎は叔父に泣きついたらしいが、彼女の悪評を知らされていた田沼は、厳しく叱咤したらしいと噂で聞いた。井上と赤崎は、お互いにキャリアアップを目指し、良いライバルとして頑張っていたが、次第に恋心が芽生え、結婚することとなった。ラコードを頼まれた俺は、とんでもないと断ったが、正午に説得され、しぶしぶ引き受けることになった。その後のマーケティング課はというと、龍崎の取り巻きだった坂下や田丸も別の部署へと移動になり、新しい人材も増えた。今では皆生き生きと仕事をするようになり、なんだか笑顔も増えたように感じる。井上は先日入社してきた高卒の男子社員の教育を任され、先輩として自信がついたようで、いいこと、高卒だからって弱気になっちゃダメよ、実力さえあれば必ず認めてもらえる、ここはそういう会社なんだから、という会話が耳に飛び込んでくる。俺は小さく笑った。そうだ、学歴によって差をつけられることなく、どんな社員も実力を認め合って気持ちよく働ける、そんな会社の環境を作っていけば必ず業績につながっていくはずだ。俺は会長の言葉を思い出していた。職を通じて世の中の人々に喜びを伝える。そう、豊かな生活のために、そして人々の笑顔のために、より良い食文化を築いていく。それこそが俺たちの描いた夢の社会なのだから。今日は井上と赤崎の結婚式。澄み渡る青空の下、これからの明るい未来を祝福するように、幸せの鐘が鳴り響いた。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。